こんにちは。今日この間の草刈りしたこの畑のところ、そこのですね、切り株にキクラゲがめちゃめちゃ生えていたので、キクラゲを取りに来ました。あー、でも乾燥してる。これね、見つけた時ね、プニプニだったんですよ。こんなにいっぱい。そう、キクラゲ、今日のお昼にキクラゲ取ってさ、卵とさ、豚肉とさ、なんだ、あの中華風にしてさ、炒めてさ、食べようと思って。見てください、これ全部キクラゲ。そう、なんか食べられるものめちゃめちゃ多くて、この辺山菜とか三つ葉とかさ、育ててないですよ。育ててなくて、そのままいるので、いる、うん、果物とかもさ、食べられるの多いからさ、そう、自給自足ですよ。でもこれは本当自然の恵みっていうか、そう、無添加無農薬、自然のエネルギーをたくさん浴びていたね、こんな生えてるの知らなかった。あっちもさ、あっちもあっちもあっちもありますよ、キクラゲ。中華祭りです。スープとかにしてね、美味しく食べられたらいいかなと思って収穫しますよ。こう取ってさ、これあれだね、水に戻すまで時間かかるから、ちょっと今日あれかな、お昼すぐ食べらんないかな。ポコッと、これなんだ、これちょっとなんか、ちょっとこれあれだめそう、それとかポコッと取ってですね、あの一回食べたらね、すごい美味しかったんですよ。ちゃんと洗ってね、うん、ちゃんと洗ってさ、こうパキッ、すごいよね、こんな木になってる、いっぱい、普通に美味しいんです。うん、本当だよ本当だよちゃんと料理して載せるんで、今取ってこの後料理したいと思います。ちょっと取りすぎた増えすぎましたこれをさ、今豚肉と、見えてない、豚肉としめじと玉ねぎと卵炒めて、キクラゲを入れますよ。キクラゲ入れてできました。こんなね、あの業務用のやつです。できました